はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。竜斗様、太郎に勝代様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。政治活動資金させていただきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ついでにメール登院登録もなさっていただけると、とてもとても嬉しいであります。下村博文文科大臣、西村康稔元経産大臣、高木剛元国対委員長、萩生田光一元政調会長、三林博美元内閣副大臣、平沢勝栄元復興大臣の6人に追加して、福島産休、関家一郎69歳3、不記載額は1289万円、東京ロック、越智貴雄63歳、不記載額84万円、この人、もう次出ねえって言ってるらしいんですけど、これで、非公認にされちゃって、よっぽど怒ったんですかね。もう議員嫌になっちゃったんですかね。東京ロック今村博文62歳220万円不記載額、東京21区小田原清60歳1240万円東京多いな。埼玉ロック中根、和幸55歳1860万円額が多いね。新潟2区細田健一60歳564万円の6人を追加で非公認とすると発表しておりました。6人全員旧安倍派だそうで露骨ですね。非公認12人のうち旧安倍派じゃないのは二階派の平沢勝栄さんただ一人、こんなひどいって泣きわめいたらしいですけど、世論です。完全に安倍派潰しじゃん。これは離党するしかないな。判断基準は明示しないと。不記載議員は判明している分だけでおよそ90人全員を非公開にはできないわな。80万円でもダメなんだ。金額は関係ないみたいだな。安倍派粛清の嵐だな。無所属出馬でも勝てる人を選んでるのかな。選挙が終わったらそいつらから攻撃されるのに、追加の処罰はダメですよ。どうせなら12人一遍に発表しないとさ、俺はセーフって安心したところに不意打ちじゃ恨みも倍増ですよね。これ、おちさんなんかもう出ねえって言ってるし、新たに非公認となった議員の一人が厳しい、こんなのあんまりだと言ってたみたいであります。旧安倍派議員が石破に直接ですね、一度処分したのにおかしいじゃないか、食ってかかる場面もあったそうで、党内の憎悪が高まる一方ですね。これ、高まる、残りの人だってさらなる追加はあるのかって疑心暗鬼になっちゃうし、石破の恐怖政治みたいになっちゃうし、これ不記載してない議員のですね6人じゃ足りない2桁が妥当だの声に押されて今回の追加になったんでしょうけれども、君子論で、こんな一節があります。政治家のあり方とか政治のあり方とかマキャベッリって人が書いた君子論ね、恩恵は細かく継続的に施せ罰は一度に済ませ長引かせるな、民衆は忘れやすいものなので恩恵はですね忘れるように小出しに細かく何度も施して、恨みを買いやすい罰則処分は、民衆が忘れるように一度で済まして何度もやるの小出しにやるの、ドッカンとやってしばらく、風化するのを待つってことなんですけれども、石破君主論とか官筆とか読んでないんでしょうか。追加で6人とかやっちゃって、政治家には必須の書物だと思うんですけどね、安倍総理だったら裏金の悪評は党全体で引き受けて選挙でみそぎしよう、誰も処分しなかったと思うんですけどね。それが政治センスってもんだと思うんですけれども、こんな処分ではですね84万円で、非公認にされたでも500万円の人、例えば岩屋たけしは処分されてないみたいな不公平で恨み買うから、どんなやり方でもねこういうやり方だと、誰も処分しない、自民党の悪評はみんなで引き受けましょう。しょうがない、で選挙でみそぎしましょう、落選したら落選したでこれもまたしょうがない、って言って言うのが政治センスある人の判断だと思うんですけどね。石破公認権者は総裁である私だ。不記載議員は比例復活不可とする。代わりに女性候補を比例に乗せる。女性議員を増やす考えを示したが、約90人全員を不可にするんでしょうかね。不
記載80万の人も非公認で、これより多い人も公認という不公平が起きてますけどね。岸田だって約3000万円の不記載あったと記憶してるんですけど、安倍派じゃないからお咎めなしなんですかね。岩屋も、世論です。権力に有頂天、裏切り者がトップ、威張れて嬉しそう。岸田の言いなりになってるだけじゃん。こいつが投票した議員早速裏切られてて草、こいつにか、こいつに投票した議員早速裏切られてて草。今岸田が石破を操ってやってるのが安倍派の粛清。こんなのを少しでも信じたのが悪いと、公認権者は総裁である私だ、こんなね俺がルールブックだみたいなこと言われて立腹した自民党議員も多いのでは。つくづく人の恨みを買うのがお上手ですな。女性議員を増やして、女性増やせば政治良くなるって根拠は何なんだ、4分の1を女性枠にしろってクォーター制バカな議員が要求するのは根拠は何なんでしょうね。それやれば世の中良くなるって根拠は何なんだ、女性が増えたら会議確実に長引くよ、森元総理が言ったみたいに叩かれましたけど、女性は男の4倍喋んだからさ、これですね顎関節疾患が男の4倍あるっていう、女性の方がっていうとこから推測された一説です。一説ですからね、そうだとは言ってないですからね。総裁選前の石破、選択席夫婦別姓や同性婚の実現は早いに越したことはない。なぜやらないかわからない。10月8日石破、家族のあり方の根幹に関わる問題で様々な意見がある、議論の動向を踏まえ必要な検討を行いたいと、共同通信、トーンダウンが目立つと、二枚舌かよ、政治家としては良くないんだが、同性が嫌なら別姓の国に帰化すれば、石破を応援していたパヨ粉子、ブレずにブレ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 なところがブレないっていうことですかね。またフェミが激怒するのか、フェミっていつもいつも激怒してますから、別に今更ですね。なんで野党は多くの人がどうでもいいようなことを質問するんだ、需要が極めて少ない案件などどうでもいいわ。推進派からは未だに子供の性をどうするかについて提言もないし、こんなの永久に結論出ないよと、別姓も同性婚もですね、現状を変えるってことで多大なエネルギー消費しますね。総理になってめんどくさくなったんでしょうかね。あとは反対派の意見こんなに多いんですよ、いう現実を知ったんでしょうか。支持率上がるっていう確証あるなら苦労してもやるだろうけど、野党支持者が褒めてくれてもそいつら投票してくれないし、野党支持者が褒めてもさ、自民党支持者は確実に減りますよね。今そうなってるのは理由があるんだから、政治は基本現状維持で、豊島区以外の方針はこうでした。これは明文化されてるんですよ、なんとなくじゃなくて明文化されてる、方針です。多分どこの議会でもそうじゃないかな。まあ一度決まったことを乱れに変えないってことなんですけど、別姓を総裁選の争点にしてほしい、イコール 1%。 なんで野党が多くの人が無関係のことを貴重な国会の時間、使うのかっていうと、社会を混乱させられるからですね。社会が混乱すればするほど立憲はね、政権交代が必要でしょ、共産はね、革命が必要でしょって言えるからね。左翼の悪意は底知れないんで油断できないですね。公認非公認、比例復活不可で求心力を失いつつある石破に比べて、急速に党内で浮上する高市さん、衆院選応援演説依頼がすでに120箇所を超えている。これ回りきれんの？何日やんの？2週間ぐらいでしたっけ？1日10カ所とか回りきれんのこれ。河野太郎や林義政陣営だった議員からも依頼がある模様。そいつらは決選投票で高市さんに投票したんだろうな、まさかな。石破に投票しといて高市さんに応援頼むような恥知らずは自民党にはいないだろうな、まさか。まあ、いると思うんですけど。こんなね、ナイーブだったら議員なんかやってらんねやね。世論です。岸場にはがっかりだよな。いっそ高市党立ち上げたら。石破は人気ないよな。石破はビジュアルもトークもダメだから。そら麻生さんが鬼の形相やったしな。これ石破に決まった時、麻生さん鬼の形相、だったら最初から高市さんに入れろよ。話が長い石破よりハキハキした女性に応援してもらいたいよな。高市陣営の議員をどれだけ当選させられるか。下手すると石破はこの
の選挙で終了。政治家なんて議席のためならいくらでも石破を裏切るよ。 SP つけてるってことは相当数の殺害予告来てる、特に石破の当たりがきついですね。旧安倍派議員、政権を支えようと思ったがもう無理だ。高市さんの出番が早くなる、高市さんの側近、首相は敵を救ってばかり。高市さんが衆院選で敵味方なく応援に行けば仲間が増える。なるほどなるほど。これで石破に投票した恥知らずもですね、応援に行ってやれば、次は味方になってくれますよね。応援してもらっといて次は味方になってくれないような恥知らずはまさか自民党にはいないだろうな。まあいると思いますけどね。恥を知ってたらやってらんねえもんね。そんなナイーブな議員にとって重要なことが3つあってですね、次も当選したいの3つ、議員には大事なことありますね。石破についておいしい汁吸いたいって、いうのもですね、議員じゃなくなったら元も子もないですしね。10月8日麻生最高顧問台湾関係の式典に出席し、日本人の多くが中華民国の重要さを理解している、日本にとって大事な国だと挨拶。中華民国っていうのは台湾の、正式名称です。共同通信、国って言った、台湾を自国の領土とみなす中国の反発は必至だ。まあもううるせえな共同は。世論です。どっからどう見ても国だろ、いいじゃん国家承認しようぜ、反発してくれという共同の叫びを感じる。中国の反発必至ってだからなんだよ、いつも反発してんじゃん。中国は台湾のパスポートを発行できないだろうが、共同化や売国マスゴミ死滅しろ。中国自身も台湾相手に関税取ってるやん。台湾が中国領土になったことなど歴史上一度もないんだが、何を根拠に台湾は我が国の一部って言ってんでしょうね、あのバカどもはね。じゃあ台湾のあのパスポートはまがいものって、言うんかね。世界で通用してますけどね。反発必至だ、これは共同はですね、反発してほしい、怒ってほしいということですね。反発したから何だってんだって、常日頃断固反対だの激しく非難だのつって反発知ってんだから今更ですよね。昨年のスクランブル発信は669回でした。中国とロシアが半々ぐらいなんですけど、ってことはよ、330回ぐらいずつだ。あいつら1日1回は必ず日本に接近することにしてんですかね。で中国とロシアで合計、1年の場合、そんな敵対大国がですね反発したところでいつものことでしょうけどね。今日の単身です。じゃあ解散だって言われちゃったらどうしよう。ビビって内閣不信任案を出せない立憲維新民民共産の野党4党が提出してもしなくても解散ということで安心して不信任案を提出。まあ支持者向けの仕事やってるアピールですよね。バカみたいバカみたい本当に。4月から9月の上半期の倒産件数が10年ぶりに5000件超えました。多くはですね記録的な人手不足でって記事にはありますけど、人手不足なんか存在しませんよ、ただの賃金不足ですよ。仕事あるのにまともな賃金払えない業種は競争が過剰すぎるか、ビジネスの方法が間違ってんだから諦めろ。毎年毎年80万人ぐらい人口が減り続けんだから、企業数もそれに合わせて調整してるだけですよ。あとは引退する経営者のですね後継者がいないとかね。道交法改正で11月1日から自転車ながらスマホ運転6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金もしくはその両方って厳罰化されます。これで事故を起こした場合、ながらスマホ自転車で事故を起こした場合ですね、1年以下の懲役、罰金30万円以下だって。都内の歩道を歩いてても横をすり抜ける自転車に驚くことがたびたびあります。スマホで自転車って本当危ないからやめてほしいんですよね。歩きスマホもやめてほしい本当に。男はあんまりいませんけど、駅とかで急に立ち止まる女の人ってどうにかならないでしょうか。女の人、歩きスマホやってて急にピタッと立ち止まるっていうのどうにかなんねえのかな。男はあんまりいないんですよそういう人。後ろ歩いてるとぶつかりそうになりますね。ぶつかったらどうせこっちが悪いことになっちゃうんでしょどうせ。昨年のパチンコ店倒産は800店、いつのことか知りませんけどピークが、ピークは
値は30兆円だった市場規模、現在は11兆円にまで縮小、3分の1近くに落ちました。パチンコは依然性あるギャンブルだし、これはいいことですね。韓国では何十年も前に禁止できたんですよ。これはダメだっつって、日本では警察が天下り先として必死で守ってるから禁止できませんね。徐々に先細って証明するのは警察でもどうにもできないでしょ。それが一番いいことなんじゃないかな。ソフトランディングっていうかさ、徐々に先細ってって、今スマホのネットゲームのガチャがちょっとはギャンブルじゃないのこれって言われてるんですね。パチンコに行かないで、スマホゲームのガチャを一生懸命やったりしてるんだろうか。まあパチンコ以外でもギャンブルっぽいのいろいろありますしね。まあ10位の私としては競馬どうせギャンブルやんだったらそんなでも競馬やってもらいたいよな。お馬さんの環境良くしてやりたいよな。お金、いっぱい、落としてもらって、まあなんてことを考えております。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。